暖かくなると無性にジュースが飲みたくなる。はい、皆さんこんにちは、トンキチでございます。ちょっとね、久しぶりに連続投稿なんとかしようかなと思って頑張って動画を作っております。で、昨日ね、今気になっていること2つありますって言ってたんですけど、そのうちの1つ紹介したので、今日はもう1つの方をご紹介したいなと思います。紹介するって言ってもね、僕もちょっとあまりよく分かってないので、話題としては興味があるので、一緒にちょっとね、皆さんと動画を撮りながらどんな内容なのかを調べていくっていう感じにしたいなと思っております。皆さんコーラは好きですか？自動販売機でジュースって皆さんはよく買いますかね？今、なんと清涼飲料水を売ってるコカ・コーラ社がサブスクリプションというのを開始したらしいんですよ。サブスクリプションってサブスクってよく言われますけど、月額料金いくらっていうのを払うことで、1ヶ月間だったり、特定の期間使い放題だったりするようなサービスを指して言うんですけど、なんと自動販売機のサブスクリプション、これが今度出たらしいんですよ。すごい興味があって、非常に僕もジュースが好きで、ちっちゃい頃からね、結構飲んでおる方でございます。体に悪い悪いと言われながらやめられませんね。はい。で、そのサブスクの名前が、コーラが提供しているので、コークオンパスと言います。このコークオンパス、サービスが開始して割引もやってるそうなので、その辺も含めてね、ちょっと見ていければというふうに思います。ということで、今日の動画、行ってみましょう。はい。ということで、ここからですね、実際にコカ・コーラのホームページですね、見ながら、皆さんと一緒に見ていければなというふうに思います。はい。こちらがですね、コカ・コーラのコークオンパスのページになっております。毎日飲める自販機サブスク、コークオンパスというふうに書かれてますね。毎月定額で好きなドリンクがお得に飲めますよということです。月額料金がこちら2700円になっております。で、これがですね、サービス開始記念みたいな感じなんだと思うんですけど、5月の31日までに申し込みを行うと、この2700円がなんと1350円になるということになっております。半額ですね。非常にお得ということになろうかなと思います。5月までの請求分までってことなので、6月1日以降に申し込むと定額の2700円かかるということみたいです。ちょっと試してみたいという方は、この5月の末までにね、一回やってみるといいかなというところですね。画面を下げていくので、ね、コークオンパスの概要が書かれてました。ポイント1、毎日1本2700円。これは今説明した通りですね。ポイント2、でお好きな製品が選べる。どれでも OK ってことなので、これね、自動販売機に入ってる商品だったらどれでも OK みたいですね。缶でもペットボトルでも瓶でも OK みたいです。で、都度お支払い不要ということなので、月額料金を払っておくと、その自販機に行って毎回ね、何か支払いをするとかっていうことはないみたいですね。で、利用方法は、こちらに書いてあるんですけど、iPhone だったり Android だったり、そちらの端末でアプリをダウンロードして、コークオンパス、ログイン、アカウントを作ってログインですね。そして、支払いというか、コークオンパスをすれば当日から利用できるということになるようです。で、支払い方法ですね。皆さんどんな支払い方法になるのってわからない方もいるかもしれないんですけど、支払いは基本カード関係ですね。ビザ、マスター、JCB、アメリカンエクスプレスとかが出てて、最後に、ね、Apple Pay が入ってます。Apple Pay ってiPhone とかでピッて決済できるやつですね。この辺登録されてればその支払いに使えるそうです。結構気軽に使えそうな感じがしますよね。なんといってもね、この5月31日まで半額で利用できるというところ、大きいんじゃないでしょうか。でね、実際これ計算してみると、1ヶ月あたり2700円なんですよ。仮に1ヶ月が30日だとすると、30日間毎日ね、ジュースもらいに行ったって仮定すると、1日あたり90円の計算なんですよね。というと、ちょっとね、正直ドラッグストアとかに行って、買った方が金額的にはメリットがあるかもしれません。ポイント還元だったりね、500ml のペットボトルだったら特にそんな感じなんじゃないかな。ただ僕がここで注目したいのはやっぱり5月までね、半額で飲めるっていうことは、つまりですね、毎日もらえば1本あたり45円です。はい、ということで、これね、もし契約するなら今がチャンスと思いました。今撮影にメインのスマートフォンを使っているので、その画面をお見せすることができないんですけど、この動画でこんな感じでね、見せることができないんですけど、コークオンアプリというのをインストールすると、中にどこの自動販売機がコークオンアプリに対応しているのかというエリアマップが見れます。これね、つまりどういうことかというと、どこの自動販売機行っても使えるわけではなくて、コカ・コーラの自販機であり、かつこのコークオンという割と新しい自動販売機に対応していなければ買えないということになります。ここを一つちょっと注意点かなと感じました。
あとね、この、まあ、ちょっと残念だなと思ったのは、スマートフォンのアプリから見ると結構細かな内容が見れるんですけど、このウェブページね、今皆さんに見ていただいているウェブページ見ると情報があんまり辿れないんですよね。ここはちょっと残念ポイントかなと思いました。ちょっと調べたいのにスマホのアプリをダウンロードしないと詳細がわからないのはいまいちポイントと感じましたね。それで実際に高校アプリ開くとよくある質問とかっていうのもいくつか出てました。その中で気になったものをピックアップしたいと思います。まず一つね、こういうサブスクになると月始め、例えばね、今日4月の13日なんですけど、本日この高校アプリを申し込んだ場合、サブスクの料金どうなるのっていうの気になりますよね。それはですね、日割りになるそうです。ただし月の後半、ちょっとね、これテロップ入れますけど、何日かを過ぎた場合にはその契約した月の分プラス来月分のサブスクリプション料金をまとめて支払う必要があります。例えばね、今ちょっとキャンペーンとかやってるからややこしいですけど、今月半額とか一切なしと考えた時、毎月2700円かかるとした場合、今月、まあ、4月の15日中日だとしましょう。15日に契約するとその真ん中ということで2700円の半額、1350円で済むんですけど、月末、例えばね、どうしようかな、1日だけとかにしましょうか。4月の31日に契約しましたというふうにするとですね、その4月の1日分プラス5月分のまるっと1ヶ月分がかかります。つまり90円とか100円ちょっとプラス2700円分を初回の引き落としで払わなければいけないということになるそうです。ここね、1個注意点かなと思いました。はい。そしてね、これ支払い方法のところに Apple Pay のマークがあるんですけど、 Apple Pay を利用した場合の注意点が一つあります。どうもですね、 Apple Pay で支払いをすると、今月1ヶ月利用して来月また使おうと思ってても、来月になると自動的にこのサブスクが切れちゃうらしいんですね。なので毎月毎月新たに契約をし直さなければいけないということもあるそうです。 Android に関しては特に書かれてなかったので、 Android の場合は自動契約になるんじゃないかなと思われます。というふうな感じでですね、まあ、契約するにあたってはアプリケーションを通してよくある質問なんかを確認しておいていただいた方がいいかなと思います。本当はね、今日ちょっと契約してみてもいいかなと思ったんですけど、外が大荒れっていうか結構風が強い状況なのと、カメラがないのでね、どうしてもね、こう携帯の画面を見ながら撮影して自販機で購入するっていうのができなくて、今日は諦めてしまったんですが、あのね、僕の住んでるエリア、高校パスに対応してる自販機が少なすぎる。びっくりしました。全然ないの、身の回りに。1キロぐらいぐるっと半円描くと何個かあるんですけど、結構ね、ない。はい。そしてね、これは書き込みとかでもあるんですけど、この高校パスに対応している自販機があっても、この高校パスを利用する人が多いと、その自販機の在庫がないんですね。全部売り切れているの。そういうケースもあるそうなので、特定の場所で買おうとした時に買えないケースもあるってことは知っておかないといけないみたいです。毎日もらうから2700円払うっていう風に考えてるのに、所定の思った場所で買えなかった、手に入らなかったっていうこともあり得るってことですよね。それはちょっといまいちかなーなんてね、思っております。まあそんな感じのこともありつつ、僕自身はね、今日は紹介ということで契約するかどうかは悩んでおります。で、実際にですね、どんな人がこのサブスク向いてるのかなってちょっと考えました。結構ね、用途が絞られる気がしてます。例えば、これから夏になってくるので、現場仕事とか、そういう仕事をされている方は契約しておくと、水分補給とかには役に立つよね、とかね。そんなのはあるかもしれませんね。スポーツやってる方で、競技場のそばにある自販機で必ず一本ジュース買うんだよ、とかね。すれば、事前にコンビニに行ったり、事前にスーパーに行って買っておく必要も持ってくる必要もないので、結構ね、手軽に運動できるというメリットあると思います。そして携帯だけで支払いが済むので、お金を持ち歩く必要もないっていうのも大きなポイントかなと思います。ざっとね、考えるとそれぐらいしか僕としては思いつかなかった。自販機で毎日好きなジュースが一本飲めるっていうのはちょっとね、特別感があっていいなという気もしました。それだけでちょっと契約したい気持ちでいっぱいです。で、なおかつ最初に言ったみたいに、5月の末までは半額の月額1350円で利用できるので、まあお試しで契約してみるのはかなりありなんじゃないかなと思いました。ちょっとね、うまくまとめられないんですけど、まあいろいろ気になる点もあるんだけど、非常にこれね、ホームページもある通りにさりげなく未来ですっていうね、まさにこれだと思うんですよ。こういうのを求めたい方はぜひ契約してみてはいかがでしょうかという動画でございました。もしかするともうすでに契約している方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひそういう方は使ってみた感想とかね、こういう点便利だよとか、こういう点ちょっといまいちだよとかいうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。でね、数日だけだったらこれ日割りになるっていうところがかなりメリットだと思うので、お試ししてみたいっていう方はこの4月の末ぐらいにあえて契約してみるっていうのも一つだと思います。
なるべく月末で翌月の料金とこの一括請求にならない部分で契約しておくっていうのがお得かなと思います。そうすれば多分数百円で数日間このサブスクを試せると思うので、やってみる価値はあると思います。僕もチャンスがあれば登録してみたいと思います。はい、ということで本日の動画はトン吉さん気になったものの2つ目ということで、コークオンパスご紹介しました。こんな感じでね、僕が興味が持ったもの、特に契約までちょっとできないけど紹介させてくださいみたいな感じもこれからちょこちょこ出すかもしれませんので、よかったらご贔屓に見ていただければと思います。ということで本日の動画は以上にしたいと思います。ちょっとでも役に立ったらっていう方はぜひいいね、評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。